こんにちは。今回はラブアラームの舞台裏ドローンが書く空中のロマンスについてお話しします。ラブアラームではドローンが駆使され、美しい景色やロマンチックな瞬間が迫力のある映像として描かれました。以下にいくつかの撮影エピソードを紹介します。ジョジョとソノの初デート、キョンボックンの中には撮影エピソードドローンを使用して、モミジが美しく広がるキョンボックンの中庭を上空から捉えました。この空撮はジョジョとソノの初デートに華やかで幻想的な雰囲気を与え、韓国の伝統的な美を前面に押し出しました。ジョジョとヘヨンの初デートなし台駅の近くのカフェ、撮影エピソードドローンが桜が満開の風景を上空から捉え、ジョジョとヘヨンのデートのロマンチックな瞬間を演出しました。春の美しさが登場人物たちの愛情と共鳴しています。ジョジョのインスタグラム合成駅の近くの壁画、撮影エピソードドローンを活用してカラフルでアーティスティックな壁画とジョジョの存在感を上空から披露しました。これはジョジョの個性とインスタグラムの投稿に花を添えるものとなりました。ソノのモデル事務所市長駅の近くのビル、撮影エピソードドローンが高層ビルとその周辺の都市の風景を舞台に、ソノのモデルとしての成功と都会の魅力を描写しました。空撮が物語に奥行きを与えました。ブライアン・チョンの研究所会見駅の近くのビル、撮影エピソードドローンが研究所の外観と内部を上空から捉え、ミステリアスな雰囲気を醸し出しました。これによりブライアン・チョンのキャラクターの秘密がより強調されました。これらのドローンによる撮影はラブアラームの視覚的な魅力を一層引き立て、視聴者に感動的な視覚体験を提供しました。ぜひお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。